突然ですが、あなたは最近夜の営みしましたか？今回は昨日抱かれたのがバレバレな女性の特徴7選ということでやっていきます。そんなの見た目で判断できるの？って思うかと思いますが、確実ではないけれど判断できます。女性は営みをする前と後ではいろいろ変わります。なぜかというと、女性は営みをした相手に恋愛感情を強く持つようになるんですね。なので相手のことを思い出して態度がいつもと変わって見えるんです。だから昨日の余韻が残っていて、抱かれたかどうか聞かなくても分かっちゃうんですね。恋人がいるかいないかではアプローチする戦略が違ってきます。なので参考にしていただけたらと思います。あなたの周りで当てはまっている方はいるかどうか、動画の感想などぜひコメントも書いてくださいね。昨日抱かれたのがバレバレな女性の特徴、一つ目は朝からぼんやりしているということです。今日は朝からあくびばっかり、そんな女性は昨日何かいいことがあったのかもしれません。朝からクタクタで眠そうにしていると、そんな女性の行動に、ああ昨夜寝られなかったのかな、もしかしてと感じてしまう男性もいますよね。男性は基本的に本能で動物的な欲求で営みをします。女性は営みをする前はそっけないタイプでも、した後は感情移入して甘えん坊になったり特別な感情が湧いてきます。こうなってしまうと女性はロマンチックな乙女のようになります。昨日は良かったな、今どうしてるかなとか、私のこと思ってるかななんて夢見心地になるんですね。いろいろな妄想が浮かんできます。ぼんやりしてしまっていつもはしないミスをしたりということもあります。続いて2つ目は表情が明るいということです。女性ホルモンであるエストロゲンの分泌は夜の営みをすると大幅に増加します。これは肌に張りをもたらし、シワを目立たなくする効果があります。そして皮膚炎とか傷を改善する効果もあると言われています。また営み中は血液の流れが速くなるため、血中酸素濃度が増えてお肌の生まれ変わりを促進する効果も期待できます。さらには発汗すると毛穴が洗浄され、より明るいお肌になれるということも考えられます。やたら機嫌が良かったりとか、これはあながち男性の妄想ではないかもです。やけに明るかったり、すっきりした表情をしていれば何かあったのかなと思われても当然ですね。普段おとなしい人の方がそういった態度の変化が出やすいかもしれません。夜の営みがストレス解消になるというのは心理学でも言われています。肌と肌を合わせて愛し合うことは精神安定剤の役割も果たすんですね。肌ツヤや機嫌の良さを見れば前日の行動が予測できそうです。平然を装っていても出ちゃうものなんですね。3つ目は歩き方が不自然ということです。1週間に20分夜の営みをするだけで年間7500キロカロリーの燃焼ができるとされています。これは120キロのジョギングに相当する計算です。1回の営みで燃焼できるのはおよそ200キロカロリーと言われ、運動でいうとランニングマシンで15分走るのと同じ程度の燃焼カロリーです。愛し合うのは体にとってなかなかハードです。普段からトレーニングしている人はいいですが、そうでない人は翌日になってちょっと無理しすぎちゃったと反省するケースもあります。特に女性は男性よりも筋肉量が少ないです。なのでその反動は翌日すぐ出ることもあるんですね。4つ目は化粧が薄いということです。いつもしっかり化粧をして会社に来る女性が急に薄化粧で登場すると、周りはあ、もしかして昨日したのかなと感じるものです。お泊まりで寝不足で化粧する時間がなかったのかなとも思われますが、実は営みの翌日化粧が薄いのには別の理由があるかもしれません。2つ目の特徴でもありましたが、営みの次の日はお肌がツヤツヤ輝いて見えるものです。女性ホルモンが分泌されお肌が綺麗になることも分かっていますので、肌ツヤも心理的な余裕もあるので薄化粧でも十分と思えるものなんです。5つ目は自信アップしているということです。定期的に夜の営みをしているカップルは、そうでないカップルに比べて自分の体型により強い自信を持っているという報告があります。
コットランドの心理学者デイビッド・ウィークス氏が行った研究では、審査員3500人の男女の推定年齢を記録しました。その結果、1週間に3回性行為をしていると答えた人は、週に2回と答えた人に比較して7歳から12歳も実年齢より若く見られたんだそうです。すごいですよね。さらに自分のコンプレックスを受け入れて大きな自信を持っていたということが分かりました。6つ目は、いつもより仕事がはかどっているということです。1つ目の朝からぼんやりしているとは一見矛盾していますが、夜の営みをすることは仕事の生産性を上げる可能性があります。2017年にスウェーデンの市議で勤務中に1時間の営みのための休憩を取るという驚きの提案がされたこともありました。しかし、これはそんなに検討外れでもないのかもと思える調査結果があります。オレゴン州立大学の研究によると、いい営みをすることで仕事への満足度やモチベーションが得られて、職場全体の雰囲気も活性化されるとのことです。また、ある企業の結婚している従業員を対象に2週間にわたって毎日2回のヒアリング調査を実施しました。前夜にパートナーと営みをした従業員の方が、職場で前向きな態度を示し、一貫して仕事への積極性や貢献度も高かったという結果が出ました。夜の営みは脳の報酬中枢と呼ばれる部分に関係するドーパミンと、愛情に関係するオキシトシンという神経ペプチドの分泌を促すそうです。営みで自然に気持ちが高まっていくのも、こうした脳内物質による効果なんだそうです。これが翌日まで続いて出社後のモチベーションを高めているというわけですね。7つ目は、服装が前日と同じということです。これは分かりやすいですよね。昨日の夜自分の家に帰っていないということが考えられます。女性の方がこういうところは気づきやすいかもしれないですね。というわけで、昨日抱かれたのがバレバレな女性の特徴をまとめると、1つ目は朝からぼんやりしている、2つ目は表情が明るい、3つ目は歩き方が不自然、4つ目は化粧が薄い、5つ目は自信アップしている、6つ目はいつもより仕事がはかどっている、7つ目は服装が前日と同じということでした。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。